テキーラそんな嫌そうに飲むんやったらもう飲むんやめや。そんなしんどそうに飲むんやったら嫌そうに飲むんやったらもうやめよ。眉間にしわ寄せて。行く。行くか。せーの。レモン持って。もう死にそうなってるやん。もうやめよ。そんな無理無理。勇気振り絞って飲む飲み物と。やめよ。どうも、夜のひかるです。お願いします。シュッ。あれが楽しいってのもわかりますけど。ほどほどにということ。で、まぁ、今回は僕一人ということで皆さんお気づきかと思うんですけども、一恵ちゃんに今日はサプライズドッキリをしたいと思います。一恵ちゃんは今、一人でお仕事に行ってるんですけども、もう少しでクタクタで帰ってきます。そこでね、サプライズドッキリを仕掛けたいなと思っております。どういうサプライズドッキリかと言いますと、題して、全然誕生日じゃない日に彼女を盛大に祝ってみた。はい。これをやっていきたいと思います。一恵がね、誕生日10月27日なんですよ。まあ今から2ヶ月後。まあ大体1ヶ月半後ぐらいなんですけど。まあまさか自分が今から家帰ってきた瞬間、誕生日を祝われるなんて思ってもございません。なので、そこで逆に、しょぼく祝うんじゃなくて、めちゃめちゃ盛大に祝いたいと思います。で、どういう心境に陥るのか、それを見ていきたいと思います。一恵はね、そういうサプライズがされるのめちゃめちゃ好きで、泣き書くなんですけども、手紙も用意してきました。で、用意してきたものなんですけども、ダラン、スイッチオン、みたいな、ライトみたいなね。線のライトあるじゃないですか。いろんなライト大量に購入したのと、あとバルーンとか風船とか大量に買わせていただきました。バルーンとかね、でっかいやつとかもね、空気ポンプね。他にもこういってガラスの靴、ちえちゃんガラスの靴が欲しいみたいなずっと言ったんですよ。前ディズニー行った時に、なんかシンデレラのガラスの靴履けるところでめっちゃときめいてて、一応こんな欲しいな、みたいなずっと言ったんですよ。なんで、今日はちょっと購入してみました。プラス、ケーキ用意してます。じゃーじゃーん。チョコケーキ買ってきました。にろうそくつけて誕生日じゃないのにバースデーソングを歌い、最高のね、誕生日じゃない日に誕生日を祝いたいと思います。なぜこういうサプライズをね、しようかと思ったかというと、一恵ちゃんの10月27日の、ほんまの誕生日以外の日でも、その一恵がこの世に生まれてきてくれたことに感謝して祝いたいんです、毎日。一日一回ほんまはこういうことをしたいんです。365日、毎日こうやって風船作ってケーキ買って、一恵が帰ってきたら、Happy birthday to you, テンテレッセンステテンっていう感じで、一恵ちゃんを365日祝いたいの、ほんまはな。まあ、たまには、年に2回ぐらい祝ってもいいんじゃないかっていうことで、こういうことをしてみたいなと思います。まず装飾品から部屋中に飾っていきたいと思います。夜の人笑い。だいぶ時間かかった。1時間半、2時間ぐらいかけて、装飾品全部膨らまして、並べて、やって、玄関から帰ってきた瞬間に、ライトでちょっと道作ってみました。ご覧ください、どうぞ。ディリリン、どう？いや、ちょっとエロない？ゲタバッグから出たら。道繋がってんね。ほんで、こうやって、バーって歩いてきた、この先の部屋は、お楽しみにと。はい、もうすぐで、一恵が帰ってきます。ちょっとガチガチで緊張してるんですけど、誕生日おめでとうって言って、みたいな。うんこ行きたい。めっちゃ緊張した、うんこ行きたいな。かくれんぼで隠れてる時の原理や。かくれんぼ、くれんぼ、くれんぼ、あ、おなでた。かくれんぼ、うんこ、あ、おなでた。あ、おなでた、くそ。とりあえず、一恵が帰ってくるのを待ちたいと思います。一恵帰ってくるまでもうずっと回します。すぐ、もう玄関ずっと待っといて、ケーキも、ちゃんと全部用意できたし。いや、ボケたらエモいな。何これ。 Happy birthday to you. Happy birthday to you. おめでとうございます。全然見ちゃうんだけど。いいから来て。1ヶ月後やけど、知ってる？ 1 ヶ月半後やけど。どういうこと？大丈夫？これこの光が示す方に来て。誕生日ちゃん本気出してるやん。誕生日ちゃん待って。これすごい。 Happy birthday to you. すごい。 Happy birthday dear 一恵。
来たね。ここで、一回ちょっと目閉じてください。ちょっと手洗って。冷めるわ。ドキドキする?なんかなんで誕生日じゃないのに、祝われてんの?誕生日やねんで。誕生日10月27日やけど。うん。誕生日やねん。俺からしたらもう今日は。くさ。こっちだって目つぶて。絶対サプライズん。いきます。スリー。誕生日ちゃうけど、めっちゃドキドキする。やばい。誕生日ちゃうけど。誕生日。おめでとう。え?え?すごい。何これ?これ見て。え、嬉しいこれ。おめでとうございます。嬉しい。はい、どうぞ。一ちゃん。これ一ちゃんが欲しい。すごい。こちら。開いてみて。俺からしたらもう毎日が誕生日やから、毎日お前が生まれてきてくれたことに感謝。すごい。見てください。欲しかった、ガラスの靴。憧れてた、そういうのに。そう。すげえ。だから一位が一位の足に入るサイズにして。え、ほんま。うん。だから一回履いてみて。履いてみていい。うん、失礼します。生まれてきてくれてありがとう。嬉しい。好きやったよ。プラスチックや。言わない。はい、まだあるよ。ケーキや。でれんでんでんでん。あ、すげえ。待ちすぎてローコン。あ、やばい。はけ。イエーイ。これ、こんなギリギリのロース見たことない。これはすごい。一人。これ一人でやったん？うん。すごい。なんか誕生日ちゃうのに嬉しかった。嬉しい。全然大丈夫。まだあんねん。うどん。ちょっと一人にちょっと手紙読んできたから。うどん。手紙読んできたんだ。ああ、じゃあごめん。手紙書いてきたから。手紙を一恵ちゃんにね書いてきたから。やったー。ケーキ食べたい。改めてお誕生日おめでとう。誕生日ちゃうけど。この一年は。たくさん一恵に困らされて、悩まされて、時には泣かされて、殴られて、蹴られて、そして太らされて、痩せさせられて、そしてまた太らされて、笑かされて、幸せな気持ちにさせられてと、とても記憶に色濃く残る一年でした。やっぱり君と過ごす毎日はドラマみたいで目が離せない。本当にそう思います。これから一恵とどんな未来を歩んでいくのか、想像するだけで気持ちが高揚していくのがわかります。きっと10年後くらいにはキャストが増えたりもするんだろう。今でも余裕なんてないのに、こんな安月給じゃもうキャパオーバーです。きっと情けないところも山ほど見せると思うけど、名字が一つになった時は絶対二人で何でも一緒に乗り越えていきましょう。改めてお誕生日おめでとう。俺の愛しのマイハニーへ。聞いたことあんねんけど。え、お前この手紙で泣いてくれんの？10年後ぐらいにはキャストが増えたりはするんだろう。やっぱ気づく？気づくよ。やっぱ気づくか。だってめっちゃ臭い歌詞入ってたもん。臭かったよ。君と過ごす毎日はドラマみたいに目が離せない。君と過ごす毎日がドラマみたいで目が離せない。ここ英語言えるやつおんの？ありがとうございます。これ手紙です。ありがとうございます。じゃあ、ケーキちょっと食べて。やったー。はい、ケーキ切り終わりました。せーの、いただきます。いただきます。せーの、いただきます。揃えてよ。じゃあどういうリズムか人それぞれやね。いただきますわ。いただきます。ってじゃあそれ言え最初。せーので、いただきます。プラスチックの靴ここ置いとくわ。言うな。うまっ。めっちゃうまい。いちご好きなチョコケーキで、チョコケーキ打ちますけど、うん、で、これどうするの？
いや、お前言ってへんから、なんか、うん、ほんまの誕生日じゃない人に、うん、ほんまの誕生日ぐらい盛大に祝ってみたらどうなるか検証。今外出られへんや、うん、だからこんだけ大量に全部買った、ケーキも装飾品も、うん、全部楽天市場で買ったから。でも楽天市場で買った時に、ね、楽天スーパーポイントスクリーンっていうアプリも使った、今回。えこれ案件、案件これ、なにこれなにこれこれはですね、この移動中や寝る前とかの隙間時間に簡単にポイントがもらえるお小遣いアプリです。寝なさい。こうやってアプリ開くやん、うん、じゃあ広告とかキャンペーンとかがいっぱいこうやって出てくるね。うん、こんな感じで。うーん、ほんじゃこの右下に P1 って書いてるやん。じゃあこのポイント付きの広告をタップすんねん。ほんじゃこうやって可愛いパンダが出てきたやん、うんうん、こうやって今みたいに可愛いお買い物パンダが出てきて、うん、こうやっただけでポイントが貯められる。それだけポイントがゲットできます。ページ見るだけで簡単にポイントも入るってこと？ページ見るだけ、ページ見るだけ。これでこの移動中とか、うん、なんか寝る前とかの隙間時間に、うん、あのコツコツポイント貯めれんの、うん、すごいな。確かに最近さ、インスタとかでさ、ポイントコツコツ貯めるポイ活とか流行ってんもん。それこの楽天ポイントは今回みたいに楽天市場で買い物する時以外にも、マクドとかファミリーマートとかミスタードーナツとか、うん、くら寿司とかでもなんか使えるの。え、ネット以外でも使える？ネット以外でも使える。今1位もやってみ、これ。今アプリ使ったら、うん、漏れなく500ポイントついてくんの。今その新規利用キャンペーン開催中やから、うん、500ポイントついてきます。一応できるんかな、それ。できる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 。できる。めちゃめちゃ簡単。キャンペーンは9月の、11日の1時59分まで開催中で、キャンペーン期間過ぎても同様のキャンペーンが開催されてるので大丈夫です。安心してください。後でやってみるわ。だって500ポイントもらえるんだよ。500ポイントもらえます。そこしかせんよ。で、マクドとかも使えるから。ハンバーガー食べれる。何個？5個。遅っ。楽天スーパーポイントスクリーンのキャンペーンの詳細は下の概要欄に貼ってますので、ぜひ見てください。見てーありがとうございます。見た方がいいらしいで。ありがとうございます。すいません。手伝っていただいて。ありがとうございます。嬉しかったよ、俺も。嬉しいよ。めっちゃ泣いてたもんな。俺のよいしょよいしょのところで泣いてくれてたすごい嬉しかったです。この動画が、いいなと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録、高評価、コメント、しようだ。よろしくお願いします。バイバイ。誕生日が楽しみやな。誕生日どうしたらいいかわからんの。こうなったら、こうなったらマジで。早く早くだ。ほんま誕生日どうしたらいいやろ。